アンブロージョ、ロレンツェッティ、悪性の偶意アンブロージョ・ロレンツェッティは、14世紀のシエナ派を代表するイタリアの画家。ピエトロ・ロレンツェッティの弟にあたり、1319年から1348年にかけて活躍した。偶意的要素と複雑な象徴の仕様を人物像に見られる感情表現に際立った特徴が見られる。アンブロージョは、アンブロージオとも表記する。 参加者のイン、バルディペーザのサンタンジェロディビーコラバーテ協会に、由来するビーコラバーテの聖母には1319年という、制作年と署名が入っていることから、アンブロージョ・ロレンツエッティに帰属可能な最初期の作品の一つとみなされている。この遺体作品は、トッチョ・ディブ・オニン・セイニアによる、マエスタや、聖母子のような先行作品と、大変異なる様相を呈しているため、 ピエトロやシモーネ・マルティーニとは異なり、アンブロージョは、ズッチョの工房ではなく、別の工房で修行したという推測までなされているほどである。フィレンツェから比較的近い村で本作品が制作されたこと、また少なくとも1332年までアンブロージョが、フィレンツェ及びその近郊で目撃されたという証言が残っていることから、アンブロージョ・ロレンツェッティは、シエナ出身でありながらも、画家、 ジョットや彫刻家、アルノルフォディ・カンビオの周辺で修行した可能性があると推測されている。いずれにしても、ジョット自身やジョットの弟子たちの様式からは明らかに、へたっており、フィレンツェ絵画とも異なるアンブロージョ・ロレンツェッティの絵画には、家業初期から強い独自性が見られる。上述の聖母子に描かれた人物像の要望は、カンビサにかけ、 アルノルフォディ・カンビオの彫刻を思わせるような長素性、競争さに特徴づけられている。聖母像は、ビサンチン美術のように正面間で、13世紀、後半の絵画作品を思わせる。聖母が羽織るマントにはほとんど絵文が表されず、ほぼ単色で描かれている。顔は、明暗法で描かれ、玉座は、幾何学模様の入った簡素な木製の椅子である。一方で、建築は、 最小限に抑えられている。これがおそらく若い画家にとっての限界であったが、その後目もくらむほど進展を見せることになる。この最初期の遺体作品にはすでに並外れた点が見られ、これは美術史におけるアンブロージョの最大の貢献の一つを先駆ける特徴の一つとなる。すなわち人物像を自然主義的に表す点である。聖母の手は幼子を取り囲むというよりも、 むしろ支えている。聖母は右手を幼いキリストの右足を支えるべく傾けている。両手の指は平行ではなく子供をうまく支えるように動いている。特に右手の人差し指は自然な動きをしており、このようなジェスチャーは本作に先行する作品には描かれたことがない。幼子は聖母を見つめており、手首と左足は実際に子供が足を蹴る動きを模している。 ピーコラバーテ協会の聖母子制作から1332年まではアンブロージョの画業の中で最も不明瞭な時期である。この時期には制作年代の入った作品も資料的裏付け可能な作品も見つかっていないためである。幾人かの研究者はミラノのブレラ美術館肖像の聖母やメトロポリタン美術館のブルメンタルの聖母、シエナのカルミネ協会に由来する。 十字形形をこの時期に返している。しかしながら、制作年に関して研究者の間で全く合意を得ていない。確かなことは、アンブロージョがこの時期主にフィレンツェで活動したということである。フィレンツェ国立古文書館像のヌードディ・エルミリオについての画家アンブロージョの契約書によると、画家は医師役在庫の同業者組合に所属している。さらにロレンツォ・ギベルティは、 フィレンツェのアウグスチの修道院内にアンブロージョがおそらく1327年から1332年に描いたフレスコ画に言及している。アンブロージョがこの時期フィレンツェに滞在したことを裏付けるより確かな証言はフィレンツェのサンプロコロ教会に由来するサンプロコロの祭壇画である。今日 本作品に書かれていた画家の著名と制作年1332年を判読することはできないが、数世紀にわたり、多くの人物がこれを目にしたという証言が残っている。近年、うふチ美術館において、再構成された、この三の大祭弾画には、聖母子と、聖ニコラ、聖プロコロ、三福井田の上部に位置する、戦闘装飾には、救世主、キリスト、聖書記者、ヨハネ、 先伝者ヨハネが表されている。ピーコラバーテ教会の聖母子と比較するならば、アンブロージョは本作品において、超速の進歩を遂げていることが見て取れる。人物像は、調査性を増し、洗練されて、繊細な明暗技法が用いられ、豊かな装飾性も見られることから、本作品をもってジョット派の海外様式に接近したと言えるだろう。人物像の姿勢には、 今田健吾さんが残っており、この点が三十年代初めのジョットによる人物像や、下ネマル T に、立ッポメによる人物像とは異なっている。しかしながら、聖母と幼子の間に人間味ある触れ合いを乱出すことができる。本作品において、口を半空きにして大きく、目を見開いて、母親を見つめる幼子、イエスの姿はまさしく新生児に典型的な表情である。 マリアは幼子に穏やかな表情で答えており、右手の指を遊ばせている。聖母の左手は、ロレンツェッティ絵画に典型的な広げた手つきで描かれている。今日、ウフィチ美術館に展示されている4枚の小遺体連作、聖ニコラウス伝も同じく、フィレンツェのサンプロコロ教会に由来し、1332年頃に制作されたと考えられている。 物語を絵画化する画家の才能と不自然な表現を避けた建築描写における画家の能力を示している。例えば、悪魔により考察された子供を再起させる聖ニコラウスにおいて同じ子供が4度描かれている。階段下、建物1階部分のアーチの下、階段上部、建物2階部分では欄干の向こうに描かれている。これらの板絵において金箔はほとんど用いられていない。 1335年頃、アンブロージョ・ロレンツェッティは、シエナ周辺領地へと戻った。ウグルジェイリア・ォリーニは1649年に、シエナのサンタマリア・デル・ラスカーラ病院のフレスコ画に、アンブロージョ・ロレンツェッティとその兄、ピエトロの署名と制作年が記されているのを、目撃したと語っている。これらのフレスコ画は今日消失している。ロレンツォ・ギベルティもまた、 1336年頃に制作されたとみられる、シエナのサンフランチェスコ教会の回廊と3次会演出を飾っていたピエロとアンブロージョ、兄弟のフレスコ画に言及している。シエナで制作されたフレスコ連作に兄ピエトロが共同制作していることは、すでにシエナで認められていた兄ピエトロが開催したおかげでアンブロージョも移植を獲得することができたのだろうと推測される。 アンブロージョは同じ時期に特にシエナのコンタードにおいて独立した画家として活動していたことが判明している。シエナのプブリコ宮殿の旧統の間のフレスコ壁画は初期ルネサンスの世俗的絵画の傑作の一つである。旧統とは共和国を統治するギルドや豪商たちの加藤政治会議のことである。ここに描かれているのは、まず前世の偶意という偶意的得者の大会議を 描いたもの。他の向かい合った二つの壁には、都市と田園における前世の効果と、悪性の偶意、及び都市と田園におけるその効果がそれぞれ描かれている。保存状態の大変良い都市と田園における前世の効果には、平和な中世郊外と、田園地方での生活が無数に表され、さながら絵で描いた百科事典のようである。よく絵を見ると、砂時計も描かれていて、それは、 砂時計の存在を示した最古の証拠でもある。兄のピエトロ同様、アンブロージョもペストで死んだと信じられている。1348年のことである。ジョルジョ・バザーリはその著書、画家、彫刻家、建築家列伝の中に、アンブロージョ・ロレンツェッティの伝記も含めている。ありがとうございます。